はい、どうも滝井です。前回タケノコのアク抜きの動画、撮影したんですけど、皆さん見ていただいたでしょうか。今日はね、アク抜きをしたタケノコを使った、タケノコ料理、今日は3種類ちょっとね紹介したいと思います。今日はね、タケノコ三昧企画で、皆さんにね美味しいタケノコステーキを、紹介したいと思います。楽しみにしていてください。それでは早速作っていきたいと思います。はい、それではね、タケノコをね、カットしていきたいと思いますが、今日はね、グリルを使ってね、タケノコステーキを作りたいと思います。まずこのグリルの、網、こちらを、取り出していただいて、この上に、アルミホイルをちょっとかぶしていきますね。はい、こんな形でね、台を作っていただいたら、この後、タケノコをね、切ってこの台の上に並べていきたいと思います。タケノコは、丸のもの、こちらを用意してください。ここのね、付け根の部分、ここの部分ちょっと硬いもんですから、ここをちょっと最初に、硬い部分だけね、ちょっとこう取り外していきます。はい、こんな形でね、硬い部分だけまず、取り外します。で、この後タケノコ切ります。半分にまずカットしてください。で、この後ですね、まださらに、切っていきます。また半分の半分、になったら、これを今度3等分か4等分ですね。今日はちょっと大きいサイズを使いますので、4等分に切ります。はい、で他のも同じように4等分に切っていきます。はい、たけのこを切りました。で、この後なんですけど、このアルミホイルの、引いた、ね、台のところにたけのこを並べていきます。まあ、サイズによってね、まあ、10枚乗る台もありますし、10枚以上、ね、乗る台もあると思いますが、なるべくたくさん入れられるように、並べてみてください。今日はね、10個今並べました。で、味付けの方なんですけど、今日は、3種類、ちょっと使いたいと思います。まずこちら、見えますかね、マヨネーズとからし、からしマヨネーズちょっと作っていきたいと思います。しっかり混ぜていただいてね。で、からしマヨネーズなんですけど、まあ、からし、まあ、洋辛子使ってるんですけどね、食べた時のこのコクっていうものはたけのこの甘みと非常に合いますので、ぜひね試してみていただきたい一品になります。混ぜていただいたらタケノコの表面に、塗っていきます。3つぐらい作っちゃいますかね。3つちょっと塗ってみます。はい、2品目、次はね、めんつゆをちょっと使ってみたいと思います。めんつゆをね、まあ、今塗ったとしてもまたこの後にタケノコから、お水が出てしまうので、一度ねオーブンに入れてから、やっていきたいと思います。で、最後3品目は、お塩。案外ね、お塩シンプルなんですけど非常にね、美味しく出来上がります。お塩を使うとタケノコのね甘みが、よりこう引き立ちますので、ぜひねタケノコステーキにはお塩、試してみていただきたいと思います。
います。お塩はね、上の方から一つまみつまんでいただいて軽く振ってください。一つまみでね、3つぐらい、軽く振っていただければ、いいと思います。あと、今のところはこちらがね、からしマヨ3つ、今この3つに、お塩を振りました。あとここの4つの部分は、めんつゆをね、後からまた塗って、タケノコステーキ作っていきたいと思います。はい、それではね、早速焼いていきたいと思います。こちらのね、グリルを使って先ほどね、並べたタケノコを入れていきます。はい、こちらで火をつけていきます。はい、火力は中火にしてください。で、あとちょっと様子をですね、見ながら、焼き加減をね、ちょっとこうこちらの窓から見ながら、火力調整をしていくという形になります。まずは、中火で5分目安で、焼くようにしてください。はい、5分経ちましたので、一回中見てみましょう。いい感じですね。からし前の方はだいぶ焼き目がつきました。でお塩の方もそうですね、だいぶ水分が抜けてきました。じゃあここで、先ほどの、めんつゆね、ちょっとこの手前の4つになりますけど、こちらにちょっとかけていきたいと思います。めんつゆの味で、たけのこステーキになります。じゃあもうちょっとですね、もうそうですね、3分ぐらいで良さそうですね。ちょっともう1回、こちらで焼いていきます。火力は、中火のまま、こちらで焼いていきます。はい、めんつゆをね、先ほどかけましたんで、ちょっと一回様子見てみたいと思います。だいぶいいですね。奥のからしマヨの方も、美味しく、ね、できてそうです。まだね、もう1分ぐらい、焼き目をつけていきたいと思います。はい、先ほどから1分経ちましたので、ちょっと中の様子見てみたいと思います。美味しそうですね。こちらで、完成となります。はい、完成しました。たけのこのステーキになります。今日はね、3種類、作ってみました。まずめんつゆ上ですね、めんつゆとお塩、あとからしマヨになります。今ね、出来立てなんですけどね、非常にたけのこの甘い香りと、ちょっと香ばしい、いい香りがして非常に美味しそうです。早速ね、いただいてみたいと思います。じゃあいただきます。まずこちらのね、お塩かかった方からいただきます。うん、ちょっと熱いですけど、あのね、塩がやっぱりアクセントで効いてますね。タケノコが新しくて甘いものですからね、非常にこのタケノコの甘さをね、引き出してます。非常に美味しいです。これは他の2種類も期待持てそうですね。じゃあ続いてめんつゆのかかった、方からいただきます。めんつゆはね、表面しかかけてないものですからね、中までこう、味が染み込むっていうわけじゃないんですけど、非常にあの香りがね、優しい香り、あとそうですね、カツオが効いた香りといいますか、非常に食欲を誘う香りがしています。じゃあいただきます。うん、あ、タケノコにそうですね、このめんつゆの香りが案外残ってますね。火を入れた分ちょっと香り飛びやすいかなと思いましたけど、うん、たけのこの甘さとやっぱり、合いますね。美味しいです。
はい、じゃあ、最後の3品目の、こちらね、からしマヨ、非常にね、焼いてる時から、ポコ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 とこう表面がね、泡立つ様子見て非常に美味しそうだなと思ってました。楽しみです。いただきます。うまいっす。これは美味しいですね。やっぱりマヨネーズのコクが出てるっていうところもあると思うんですけど、うん、非常にね、ご飯のおかずにも十分合うような、そんなね、タケノコのステーキになってます。うん、これは非常に美味しいですね。うん、はい、今日はね、タケノコステーキ3種類ちょっと作ってみました。めんつゆとあとお塩だけ、シンプルな美味しさありましたね。あとは、からしマヨ、コクがあって非常に美味しかったです。この3種類、今日紹介したんですけども、もちろんそのまま、主菜という形でも食べても十分美味しいですけども、ちょっと一品足りないなっていう時の、副菜なんか、の一品としてね、出していただければ、出された方は非常に喜んでくれるんじゃないかなと思います。作り方もね、切って、あと焼くというだけですので、それほどね手間もかかりませんし、十分美味しい一品となってますので、ぜひ、皆さんちょっと試してみていただきたいなと思います。これからも、いろんなね料理方法ですとかちょっとしたコツ、そういったところもね皆さんに、お伝えしていきたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなんかありましたら、ぜひね、どんどんお寄せいただければと思います。今日はありがとうございました。